おはようございます。6月14日水曜日の東京インフォメーションです。東京都はスタートアップインターンシップフェスへの参加者を募集しています。これは都とスタートアップ支援団体が連携し、新しいことに挑戦したい学生と人材を求めるスタートアップが触れ合うイベントです。開催は来月8日土曜日の午後1時から6時まで。会場は渋谷スクランブルスクエア15階にある渋谷キューズです。当日会場では、この夏にインターンシップを実施する予定のスタートアップが仕事内容や受け入れ体制についてのプレゼンテーションを行うのをはじめ、トークセッションや出展ブースでの PR などが行われます。参加を希望する人はホームページから無料のチケットをお申し込みください。都は働く意欲のあるシニアを支援する東京キャリアトライアル65の参加者を募集しています。東京キャリアトライアル65は、就業を希望するシニアと受け入れを希望する企業をそれぞれ募集し、シニアの希望や能力と企業の受け入れニーズをマッチングさせて、シニアを短期間派遣社員として企業に派遣する取り組みです。この事業のポイントは、1週間から2ヶ月間の有給のトライアル就業であること。主な派遣職種には事務職、営業職、IT 技術職などがあること、そして経験豊富な専任のキャリアアドバイザーが派遣期間中や派遣終了後もサポートを行うことです。募集期間は来年の3月8日金曜日までです。参加を希望する人はホームページからお申し込みください。都はストップ若者の消費者トラブル CM シナリオ動画コンテストの作品を募集しています。このコンテストは成年年齢が引き下げられ、18歳や19歳の消費者トラブルに関する相談が増加していることから、若者の消費者トラブルを防ぐために実施されます。募集するのは、若者の消費者被害防止につながるメッセージを盛り込み、東京都消費生活総合センターを案内する CM のシナリオや動画です。対象は応募時点で都内在住、在学、在勤の中学生以上29歳以下の人です。10月20日金曜日までに特設のホームページの応募フォームからご応募ください。なお、優秀賞に選ばれるとプロにより CM 映像化され SNS などで配信されるほか、 Amazon ギフト5万円分が贈られます。詳しくは特設のホームページ、または東京暮らしウェブをご覧ください。5年に一度開かれる東京国際消防防災展が、明日から東京ビッグサイトで開催されます。東京国際消防防災展2023は、明日15日木曜日から18日日曜日までの4日間、東京ビッグサイトで開催されます。屋内会場では、今年100年の節目を迎える関東大震災の教訓や現在の震災対策などについての特別展示や専門家による講演が行われます。屋外会場では、東京消防庁消防部隊や在日アメリカ海軍消防隊による消火救助演技やバッテリーミニカーの乗車体験など楽しいイベントが行われます。
入場は無料ですが、事前登録が必要です。詳しくは東京消防庁のホームページをご覧ください。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。